こんにちは。今日は指示詞についてお話しします。私は筑波大学の今井です。どうぞよろしくお願いします。今日のトピックですが、このような場面で、これは鍵ですというような言い方をすると思います。こういう場合は、それあるいはそのを使います。 こういう場合は、あれ、またはあのを使います。これ、それ、あれ、この、その、あの。これらは指示詞と呼ばれます。今日のトピックは指示詞です。今日はまず日本語の指示詞の体系についてお話をします。指示詞には、 これ、それあれどれなどがありますのでそれらをまとめてコソアドと呼ぶこともあります次に指示詞の現場指示用法続いて文脈指示用法についてお話ししますそれから文章や会話の中に現れる現場指示の用法そして最後に 世界の指示詞について少しだけお話をしますでは日本語の指示詞コソアドの体系について見ていきましょう指示詞は品詞でいうと代名詞連帯詞副詞になりますこのうちの連帯詞というのは後ろに名詞が来る形です 物、ものことを表す場合、これ、それ、あれを使います。そして、何かわからないときには、どれを使います。複数の物の、ことについては、これら、それら、あれらを使います。そして、どれらという言葉はありません。ただし、 このようにらがつく言葉は日本語ではあまり多くは使われません。次に人を表す場合ですが、こいつ、そいつ、あいつ、どいつという言い方がありますが、これはあまり丁寧な言い方ではありません。場所を表す言い方、ここ、そこ、あそこ、どこがあります。方向、 を表す言葉には、こっち、そっち、あっち、どっちがあります。そして、この方向を表す言葉は、人を表すこともできます。その次に、こちら、そちら、あちら、どちらがあります。これもやはり方向を表します。そして、人を表すこともできますが、こちらの方が丁寧な言い方になります。 連帯詞について見てみましょう。この、その、あの、どのは何かを指すときに使います。こんな、そんな、あんな、どんなは何かを例える。例示するときに使います。様態というのは様子と同じことですが、こう、そう、あ、どう、 という何かの様子を表すすとに使いますなおここで見た「こ」「そ」「あ」と「と」は他の言葉と一緒になって例えば「こういう」「そういった」「あのような」「どれほど」などいろいろな表現になります。日本語の指示は大変多いこの指示をですねちゃんと使うようになる。 そうすれば日本語らしい言い方ができるようになりますので是非皆さんも指示について勉強してくださいでは、えー、指示詞の現場指示と文脈指示について話をしていきます指示には大きく分けて2つあります1つは現場指示もう1つは文脈指示です現場指示の方は話し手がいるところから見えるもの を指します例えば人がいるとしましょうその人を指してあの人誰というようよな場合ですなおここのパワーポイントでは「あの人誰」は青い字になっていますがこのような青い字で書いたものは例文です文脈指示というのは話や文章に出てきたものところことを指します。 例を見てみましょう昨日、田中さんという人に会ったんですがその人は私の幼なじみなんですこの時、田中さんという人をその人が指していますこのように話や文章に出てきたものこの場合は人ですけどもそれを指す用法が文脈指示ですでは、現場指示について 詳しく見ていきましょう。現場指示は、直事。英語でダイクシスとも呼ばれます。現場指示の用法には大きく分けて2つあります。1つ目 A、領域対立型。2つ目 B、領域融合型です。領域対立型というのは、話し手の領域と聞き手の領域。 この2つが関係してきますそして領域融合型の場合は話し手からの距離が関係してきますでは初めに領域対立型について見てみましょう領域対立型の場合は話し手の領域かあるいは聞き手の領域かそのどちらに属するのかで指示手の使い方が分かれてきます 話し手の領域内にあるものや人、あるいはその場所を表すときには、こで表します。聞き手の領域内にあるもの、あるいは場所を表すときには、そを使います。そして、両方の領域外、つまり、話し手の領域にも、聞き手の領域にもないものの場合は、あを使います。なお、ここで、こ、 それから波線がついていますが、この波線は、例えばこの、これというように、他の字が入って、いろいろな言葉に変わるわけですが、それを代表させるために波線を使っています。領域対立型の例を見ていきましょう。話し手の領域内にある場合の例ですが、話し手が何か、 ものがあってそれを手に取ってこれどうというような場合です話し手が手に取っているわけですから当然それは話し手の領域内にあるというふうに考えられます次に聞き手の領域内にあるもの聞き手の近くのものを指してすいませんそれ取ってもらえますかというような場合です聞き手の近くにありますからそれは聞き手の領域内にある というふうに考えられますそして最後に領域の両者の領域外にあるものですね聞き手もそれから話し手の領域どちらにもないものですが遠くを指して例えばあそこまで行ってみないというような場合です、えー、遠くですから話し手の領域内にも聞き手の領域内にもないということです、えー、領域融合型というのは 話し手とと聞き手が同じところにいる場合です先ほどの対立型というのは話し手と聞き手が少し離れたところにいますがこの融合型の場合は同じところにいる場合ですそして話してからの距離で「こ」「そ」「あ」が決まっていきますでもちろん聞き手と話し手が同じところにいるわけですから話してからの距離ということは聞き手からの距離にもなります 話し手に近い近距離の場合は「こう」少し遠い中距離の場合は「そ」遠い遠距離の場合は「あ」を使いますただし中距離の場合「そ」ですけれども「そこ」「そのあたり」というようなことはよく言われますがそれ以外の形はあまり使われませんでは例を見ていきましょう近距離話し手の領域内 と書きましたが、近距離ということはすなわち話し手の領域にも入っております。例えば話し手が物を手に取って、これどうこれは領域対立型にも見た分と同じですが、えー、自分のところに近いのでこれを使っているというふうにも考えられます。中距離、えー、ちょっと離れた店を指して、そこの店ちょっと見てみないというような場合です。中距離ということですから、自分たちのいるところに それほど近くもないしまたそれほども遠くもないという場合に使います遠距離遠距離ですから話し手とそれから聞き手の領域の外にあるものです遠くを指してあそこまで行ってみないというような例ですこれも領域対立型で見た形と同じですつまり領域対立型の話し手と聞き手の領域外にあるというのは 領域融合型の遠距離と同じということになります。これらを図で表すとこういう形になると思います。話し手と聞き手が同じところにいる。つまり、領域融合型の場合、自分たちのそばにあるものをこう少し離れたらそう。それ以外の遠くにあるもの、遠くの場所、遠くにいる人などはあを使います。 領域対立型の場合は、話し手の領域に入っているものは子。聞き手の領域に入っているものはう、それ以外は、あで指します。ここまでは目に見えるものについて考えてきましたが、次に目に見えないものについて考えてみましょう。例えば、音です。 今、ドアが開くような音がしました。このような音を聞いたとき、指示詞で何を使うでしょうか。例えば、あの音は何あるいは、この音は何というように言えます。目に見えるものの場合、距離がわかります。それと同じで、音の場合も距離がわかります。なので、 遠くのものを指すあ、近くのものを指すこを使うことができるわけです。では、匂いの場合はどうでしょうこの場合は、この匂い何とは言えますが、あの匂い何とは言えません。つまり匂いの場合は、鼻で感知するわけです。鼻で感知した匂いが、 遠いか近いかは分かりません。目は2つありますので、それで距離を計算しているわけですが、それと同じように、耳に入る音の微妙な違いによって距離の計算ができます。しかし、鼻に入る匂いによって距離の計算はできない。なので、紳士も、コア使うことができますが、アを使うことはできない。ということになります。味の場合はどうでしょう ちょっと変な写真ですが犬であろうと人間であろうと味は口の中の舌で感知します舌でも距離はわかるということはありえないので味の場合もこれはおいしいとは言いますしかし食べたものに対してあれはおいしいというようには言いませんあれはおいしいという言葉はありますでもそれは原発指針のあれ ではありませんここまで距離あるいは領域ということについてお話をしましたが実はこの距離あるいは領域というのは極めて主観的あるいは相対的なものです。主観的というのは話し手がそのように感じたらそのように言うということです。近い遠いという感覚は話し手が 決めるということになります。ですから、絶対的な距離、例えば何センチ、あるいは何メートル離れたら、こう、そう、あを使うというような区別にはなっていません。そして、この距離、領域という感覚は、大きく拡張したり、小さく縮小したりもします。例えば、こういうことになります。 この爪という場合は、自分の爪を見てるわけですから、非常に狭い範囲です。しかしそれが、このテーブル、この町、そしてこの宇宙というふうに広がっていきます。非常に大きい宇宙ですが、それでもこの宇宙ということができます。つまり、話し手の領域は大きく拡張することも、小さく縮小することもあるということです。 聞き手の領域を「そ」話し手の領域を「こ」で表すということをお話ししました。ではこういう場合はどうでしょう聞き手がずっと遠くにいる場合です。これでもやはり聞き手の領域に入っているものは「そ」で表します。そして話し手の領域でも聞き手の領域でもないものについては「あ」で表すということになります。 例えばこういう2人が電話で話をしているという場面を想像しましょう。もしかしたら2人は地球の反対側にいるのかもしれません。こういう場合、そっちの天気はどうとか、うんこっちは今日は晴れというようにですね、これ、それを使います。つまり、遠く離れていても、相手の領域、聞き手の領域はそう、自分の領域、話し手の領域はこを使う。 というルールが守られているわけです。これはどういった場面かというと医者が患者の背中を触っているという場面です。患者が話し手です。患者は自分の背中を刺す時に「あ、先生そこが痛いです」というように言います。自分の体ですから自分のものです。 しかしながらこの時は領域という考えを使うとその領域はその瞬間には自分の領域ではなくて相手つまりこの場合医者ですね医者の領域にあるということになりますですから自分の体であっても先生そこが痛いですというようにそう使いますでは続いて文脈指示について見てみましょう文脈指示は小アナフォラとも呼ばれます 文脈指示は話や文章に出てきたもの、ところ、ことを指します。指されるもの、ところ、ことは先行詞と呼ばれます。では例を見てみましょう。昨日、田中さんという人に会ったんですが、その人は私の幼馴染みなんです。その人は、は、田中さんという人を指しています。 この時、田中さんという人を先行詞と呼びます。次の例です。この間、昔の友人に久しぶりに会ったんです。そうですか。その方とは何年ぶりぐらいだったんですかこの場合、その方が昔の友人を指しています。昔の友人がその方の先行詞になっています。文脈指示の「あ」が使われる条件。 は話しても聞き手も知っている場合です例えばこの間第一大学の佐藤先生にお会いしましたあ,あの先生なら私も知っています確か日本文学の先生ですよねこの時あの先生と言っているのが話し手ですそして A の方が聞き手になります この場合、A の聞き手も B の話しても佐藤先生のことを知っています。話しても聞き手も知っている場合にこのようにあが使われます。文脈指示の素が使われる条件は、まず話しては知っているが聞き手は知らない場合、それから話しては知らないが聞き手は知っている場合です。つまり、 話してと聞き手のどちらかが知っていてどちらかが知らない場合ということになります。例を見てみましょう。昨日田中さんという人に会ったんですがその人は私の幼なじみなんです。この時話しては自分の幼なじみである田中さんについて話をしていますので話しては田中さんのことを知っています。しかしか 聞き手は多分知らないと思われます。こういう場合、話し手は知っているが聞き手は知らないということになりますので、そを使います。次の例です。この間、昔の友人に久しぶりに会ったんです。そうですか、その方とは何年ぶりぐらいだったんですか。この時昔の友人に久しぶりに会ったんですと言っている A は当然昔の友人ですからそのことを知っていますが B そ,のそうですかその方とはと言っている B は昔の友人を知らないはずです。なので話して B は知らないが聞き手 A は知っている場合に相当しますのでそう使うことになります。 文脈指示のこうを使う条件ですが、話しては知っているが聞き手は知らない場合になります。これは先ほどのそと同じです。しかし、少しだけニュアンスが違います。こうを使うと、現場指示のようにその場にあるもの、いる人について話しているような効果が出てきます。例を見てみましょう。昨日、田中さんという人に会ったんですが、この人がね、すっごく面白いんですよ。 2年ぐらい前にインドに来てねという具合に話が続いていきますがこの場合田中さんという人がどんなに面白い人なのかそれからこれからいろいろ説明が続いていくと思いますが田中さんがまるで目の前にいるようにその人のことを描写していくそういう効果がこのを使うと出てきます文脈指示の「あ」は記憶指示 とも呼ばれます話しても聞き手も知っている場合に「あ」を使うということは先ほど説明しましたつまり話しても聞き手も記憶している場合ということです先ほどの例ですがこの間第一大学の佐藤先生にお会いしましたああの先生なら私も知っています確か日本文学の先生ですよねという例文でしたここであの先生を使っている聞き手も 話しても知っているつまり聞きても話しても記憶している場合ということに相当しますので記憶指示とも言われるわけです次の例はこういうふうになっていますねこの間食堂で会ったあの人名前なんて言ったっけ記憶はあるのですが完全な記憶はありません名前は忘れていますしかしながらこのような部分的な記憶の場合も記憶指示のあを使うことができます そしてこの場合先行詞はありません先行詞がなくて「あ」が指しているのは何かというと2人の記憶を指していることになります。次の例あの頃はよかったなああ,あごめんごめん年を取るとなぜか昔のことがよく思えてねというような例ですが括弧で独り言のようにと書いてあります。これは独り言のように 話し手の記憶について言う場合です思い出のあと言ってもいいでしょうこの場合も先行詞がありません頭の中にある記憶それを話し手が一人ごのように思い出してそれを指しているという情報になりますはいではここで少し練習問題をやってみましょうでは1番目の問題です昔住んでいた家にはみかんの木があったな その家、あるいはあの家、今もあるかなその家、あの家、どちらが正しいでしょうかこの文は、あるかなで終わっています。何か独り言を言っているような感じがしませんかこういう場合には、あのを使います。そのは使いません。これは独り言、思い出のあの用法です。 ででは、次の文です。田舎に昔住んでいた家があるんですが家の裏庭に何があったと思いますこれは質問です。相手に聞いています。こういう場合には「その」を入れますが「あの」を入れることはできません。つまり聞き手が知らない「そ」の用法です。 では、三番目の文ですが、田舎に昔住んでいた家があるんですが、家の裏庭にみかんの木がありましてね、最後はねで終わっています。この場合は、その、あの、どちらを使うでしょうか。答えは、どちらも OK です。聞き手が知らないその場合、そのを使います。 それからもう一つ、この場合は独り言の「あ」も使えます。ねというのは相手に確認をする用法ですが、この場合独り言のようにも聞こえますので、「あ」も使えるというわけです。では次の練習問題です。文脈指示の「あ」は記憶指示と呼ばれるということについては先ほど説明しました。では次のような場合は何を使うでしょうか 来年、論文を一本書くつもりです。論文を発展させて、博士論文にする予定です。この場合、あを使えるでしょうかこの場合、あは使えません。その論文になります。どうしてでしょうかあは記憶指示です。来年ということは、将来。 未来のことですから、記憶ではありません。なので、あは使えないということになります。そして、文脈詩士の前に出てきたものを指す、そを使うということになるわけです。では次の問題ですが、もし家を買ったら、リビングにこれを飾りたいね。この場合はどうでしょう。もし家を買ったらということは、これも将来、未来のことです。 なので、あは使えません。そのを使うことになります。では続いて、文章会話の中の現場指示の用法です。現場指示、直事、項の特殊な用法になります。文章会話そのものや文章中の表などを指す場合に使います。例文です。この章では、日本語の文法について概観した。 この章というのは、そこで書いてある文章そのものです。それを指しています。次です。この表から次のようなことが言える。この表というのも文章の中に出てきた表そのものを指しています。以上、ここまでの論点をまとめると次のようになる。ここまでというのも、ここまで書いてきた文章そのものを指します。 このように文章、会話そのものを指す。あるいは文章、文章の中の表などを指す。そういう場合の、えー、特殊な用法です。もう一つ、えー、現場指摘、この特殊な用法があります。これは広報書文章、会話でこれから言うこと、つまり後ろに来ることを指す場合です。こんな例があります。 こんな話聞いたことがありますか地球温暖化の現象で北極の氷が少なくなっているんだそうです。こんな話で話が始まっていますが、こんな話はその後に出てくる地球温暖化以降を指しています。次の例です。これはまだ誰にも話していないのですが、実は来年結婚するつもりです。これは、 は、その後に出てくる、来年結婚するつもりですを指しています。このように、後ろに出てくるものを指すものを、広報省と呼びます。ここまで日本語の指示について見てきましたが、最後に世界の言葉の指示について少しだけお話しします。指示詞は距離あるいは領域によって空間を分割していきますが、 その分割の仕方にもいろいろな方法があります。日本語は三分割でしたが、二分割をする言語もあります。例えば、ヒンディー語、英語、中国語などです。日本語と同じように三分割する、そういう言語には、韓国語、スペイン語などがあります。インドのムンダ語は四分割します。 さらに5分割以上するというふうに報告されている言語もあります。ただし、本当に5分割以上されるかどうかは分かりません。私もいろいろ調べてみましたが、本には5分割以上と書かれていても、実際にそこの場に行ってみて聞き取り調査をしてみると、実は3分割だった、あるいは4分割だったというような言葉がありました。ですので、 本当に5分割以上する言語はあるかどうかは実際に調べてみないとちょっとわからないといったような状況です。例えばこんなところに住んでいる人にとっては斜面の上の方、下の方というのが非常に大事なことになります。こういう言語の場合に、市市の中に山側あるいは谷側というような 言い方が組み込まれている、体系化されているという言語があります。例えば、インドの溝語などがその例です。その他に、川の上流下流。これが水素の中の体系として入っているというものがあります。ユーピックエスキボー語などです。その他、東西南北。これを表す。グーグイミティル語。 などというものもあります。さらに、動くもの、動かないものを区別するマラガシ語。日本語ではマダガスカル語と言いますが、こういうようなものもあります。さて、まとめです。今日は、日本語の指示詞、コスワードの体験について最初に見てみました。うん、その後、現場指示。 食事、それから文脈指示、省和について詳しくその用法を見てきました。それから文章、会話の中の現場指示、これは少し特殊な用法でしたが、それについても少しお話をしました。そして最後に、世界の言語の指示について少しだけ情報を提供しました。これでこのモジュールは終わりになります。これで、 今日の講義を終わります。最後に宿題が一つあります。これでは何を指しているでしょうか以上です。